シカンダル・ローディは、北インドのデリー・スルターン・アサ、ローディ・アサの君主。デリー・スルターン超最後の名君でもある。1457年あるいは1458年、ローディ・アサの君主・バンフルール、ローディの息子として生まれた。母は、シルヒンドのヒンドゥー教徒の娘であった。1489年7月12日、フオーバ・フルールが死亡すると、数人の親族により、 王位をめぐる内乱が起きた。バフルールは生前、息子であり、デリー層徳たるニザー・ムハーンを、後継者としていたが、彼は、母の身分が、金彩駆使の娘だったことから、他の後継者に相手にされていなかった。しかし、ニザー・ムハーンは、貴族の大部分から指示を得て、敵の勢力を、武装解除して、問題を解決すると、7月17日にフィールーズ、シャーットグルクの宮殿。 即位に際して、ニザームハーンからなお、シカンダルシャーに改めた。だが、シカンダルの親族は依然としてその王権を認めておらず、彼らを従わせなければならなかった。それは、彼の兄で、ジャウンプル総督バールバク、弟のラプリー総督アーラム、ハーン、カールピー総督、アーザムフマーユンであった。彼らに対してはできるだけ戦争を避け、 武力で訴えてきた場合でも勝利した場合でも、寛大な処置を取る手法を取った。シカンダルは3ヶ月か4ヶ月のうちにこの争いを制し、その後はデリー東方の諸勢力との争いを行った。1499年には、ジャウンプルを完全に支配下に置いたばかりか、ビファールも併合した。シカンダルは東方を制圧すると、デリーの南に存在したラージプートの グワーリアル王国に征服しようとした。この王国はヒンドゥーのオーマーンシングが統治しており、王は極めて寛大なことで知られ、ローディアサの権威の押し付けを嫌うパンチャーブの族長たちが逃げ込めば、それをかくまったりした。シカンダルのグワーリアル王国征服計画は最初はうまくいかなかったが、1506年に年主とデリーからグワーリアルに近いアーグラへと戦闘すると、 事態は好転した。この年は、ラージャスターントーブ、マールワー、グジャラートへの交通路を制する目的でも建設された。そして、1509年になると、ローディー・ア支配する一連の城塞がグワーリアルを取り囲んでいた。さらに、1509年から1516年にかけて、さらに南方のマールワー・スルターン・朝を侵略しようと計画していた。内政面では、 シカンダルはフィールーズシャーと同様にヒンドゥー教徒など異教徒にジズヤを貸し、1500年にはマトラーのケイシャバデーバラ愛人を破壊した。また、武力制圧した地域ではヒンドゥー人をモスクに置き換え、偶像を破壊している。しかし、シカンダルの知性は多数のヒンドゥー教徒がペルシア語を勉強し、様々な行政職に任命された。また、彼はムスリムが、 ヒンドゥー教などの風習を行うことを嫌っていたものの、イスラーム教が禁止していた飲酒を健康保持のために言っていたことで知られる。しかし、シカンダルは、ローディアサでは最も成功した君主であり、その知性は国家に平和が保たれ、交易は盛んとなり、物価は低く抑えられていた。歴史家フィルシュタは、シカンダルの知性について、彼の在位期間、日用品は全て安く、 ふんだんに供給されていた。そして、領土には平和が広く行き渡っていたと語っている。また、アーグラはその知性にとても反映し、インドのシーラーズと呼ばれていた。1517年11月21日、シカンダルは死亡した。貴族たちは、彼の二人の有能な息子、イブラーヒーム・ローディとジャラール・ローディが、それぞれ領土を分割して統治することにした。ありがとうございます。